あと本当は4月にこの大記念ライブを4月にやるわけだったの。で、本時は来てくれた人に1000円のチケットを渡すことだったんだけど、今電気消した焼きのまっちゃんが40人とか50人来られたらどうするんですかって余計なこと言っちゃったって考え直して500円になっちまった。Thank you.
ど人もねえんだよ普段こまねえんだよそうだけどこれ嘘かいだよあ何が嘘なんですか氷町の実力派バンドって書いてあるおお、MC が面白いって書いてあるあまずその一回呼んでもらったら呼んでもらったらいいんじゃないですかでも氷町では俺ら以外にギター弾かれていねだけの話でいや、出てこない人はいないの。あ、そう。出てこねえのはない。出てこない人は。菊池さんはじめ下手な人まで出てくるんだもんね。なぜかね、なぜか。Yeah.
事務的ミスで青空からもう一回やり直します。練習ではできたんだけどね。そうそうそう、ね、すぐ次の曲にやるわけだったんだけど、やっぱり俺に喋らせちんだよ。みんな何だかねえけど、
さ、あ、俺本当は130円でもいいんだよね、この人が130円って。あ、もう増えた。あ、ごめんなさい、156円くらいになっちまって。お話ししたいって電気としてない。あそうだよね。てちゃてちゃ電気料金は上がらない。てちゃ覚えてるよ。あでも本当のことだったらみんなあんなに値段を気にしてる。あんなに130円って言えばみんな揃うんだ。まあ、やばしたりする。今日の俺の前田でしたか。マジ、マジ覚悟でやっぱり。明日、はい、朝日が、はい、あの右手に赤い覚悟で。うん、酒タダでみんなに車あって。おお。覚えてる。でなんだっけ、今日は2回目に。ねえ、だからどうすんのにいいかな。そう、喋るのかい。喋っちんだよね。いつも俺喋ってる間に曲入んだ。喋、うん、ってから入ってきた。ああ、ずっと喋ってる。うん、喋ってなんでしょう。ちょっと飲みすぎだ、うん、ね、じゃあ、あの、ごめん。でも、本当、あのこの100万馬力、愛してます。ここなくなかったら、こちらのバンドもなかったし。愛されたくない。拒否されました。女性に今度、この頃興味示せなくなって、男性、うん、だって、え、男性同士でも結婚できるんだよね。したくない。 あれ、子供も生まれてるんだよね。生まれる、よしわかんない。女性よりなんか妊娠してるような話とかいっぱいいました。いや、かずみさんどう言ってるわけじゃねえよ。気が済んだ。だから、済んだ分かりました。じゃあ、いいのかい。はい、大丈夫。 OK。 何やるの。やっちまった。いつ頃のことだから。あとさっき何やんのって言ったからいいだろ。はいはい、やりましょう。じゃあ、こんなはどんなっていうとこやりますね。
行機飛び立つ時は飛ぶんだけど着陸の仕方がわからなくて丸来たって墜落してるよね次は水上飛行機ってのそうでだから上どこに向かってんのっていうのそうなんだ飛び立ってもいい違うもう口地基地がないですよね後ろってでラジオ機で、はいはい、桃の作業してると、うん、ドローンが6000円くらいで買えとかってカメラ付きの本当にいいのラストラストラストなのあ、じゃあもっと喋んねえかでしょじゃあアンコールはえいやアンコールじゃないしまだラストじゃないでしたね、まだラストじゃないあ、いっぱいあるのねあと2曲しかあるあと30曲くらいあるねじゃあラストのスペースみんなも飽きだよね飽きだねわかんだあのわかんだ同じ人の曲だいたい3曲くらい聴くのはあとはアラペ朝の仕事に備えてねそのために T シャツの色だけ交換してんだけどダメだね朝仕事だねじゃあラストですこのまま
リスを聴かないそのためにとっておきの曲を朝日屋のテーマソングツイヤーで作ってきた100ワットを黙らせちゃってへぇ100ワッツがそんな曲あんのかよ、それで100ワッツあんまり言われもない、うん、あの北京出せると黙っちまったっつうのじゃあ、コモでもやる予定ですけどやんの、やるんだ。こちらの花井くんが作曲したラブホテルカルフルもっと喋らんしよういいの？みんな秋で帰りたい顔色見わかんねえのこの帰ね俺らやってっから帰らんにだいやでも丸来たって空気読まないバンドだりしたあったはずみないねあれじゃあ、いいよ、なんか、どっかに連れてってっつうから、うん、天国に連れてっかなと思ってああ、行ってみたいね行ってらっしゃい、うん、で、天国への階段っていう曲やったんだけど、うん、本当に、腕は折るし天国に引っ張っちゃった死にっぱぐれの人がここでその、恥ずかしい話孫の三輪車乗って、すっ転んだの三輪車ですっ転んで、ドクターヘリじゃあ、ドローンちゃった方がいいかったな耐えろ、耐えろ、話してるけどちゃんとオチ考えてからもリーダーとしてオチがないんだよね飛び立つのはいいんだけどそう着地点がない着陸もいらないさあ、やっかやんねんのやらんでしょ、あんだから始まんねんと始まんねんちゃんとやってるけど。
100万馬力中心に活動をしますので、皆さん、毎回500円のチケットもらえるとは思う。ごちそうさまでも、続けようかな。ありがとうございました。馬力たちゃんでした。